お、歌。え、いやいや、お疲れとかじゃなくて、そうですね。え、なんで来てんの？分かんない。自分が誘われたんじゃないですか。えぐいって。え、ガチ、ちょっと待って、びっくりしてる。え、えぐない？え、連れてきたの？いやいや、連れてきたの。あ、普通に勝手に来ただけなの。ちょ、歌ちょっと座ってるってことない？うん、ごめんな。え、もう何してんの？いや、やっぱり。お前さ、いい歳やん、結構。なんでわからんの？いや。え、付き合ってんの知ってる？歌ですか？うん。そうなんですか？知らん？知らなかったです。あ、あ、だ、そういうことか。もう入って。あ、いや、付き合ってんねんけど。そうだっす。うん。ちょ、お前ほんまに、今日はちゃうわ。ずっとお前のこと好きやったけど、最近っすか？最近ほんまに。ほうほう。あんま言うなよけど、はいはい、あの歌のあれもあるから、はい、え、なんで来れたの？で、俺歌と今日遊ぶって約束してたんよ。あ、はい。で、2人で、はい、まあ、いろいろ公園で遊ぼうかなと思ってて、はい、なんで知らなかったです、すいません。今まではあのうたちゃんとなんかあるってなっても森くん来てたやんか、はい、それわかんねん俺、はいはい、で森くんに連絡したこともあるやん、はい、歌とご飯行こうみたいな。基本そうです。基本そうやんか、はいはい、今回は違うんよほんまに。遊ぼうって言ってて。歌見て。歌。これ見た、見た。これだけで、ちょ待って。これだけでって何？めっちゃ可愛かったな今。ちょ、お前呼べ、じゃ次お前呼べよ。歌。してくんないやろ。全然ちゃうねんて。歌。いや、見た。これだけで全然違うね。分かったでしょ。ね、パリオリンピックに向けて、まあ、森くんが付き人っていう風になったんやけど、付き合ってんの俺やん、実際。それは、はい、うん、だから結構きついと思うな、歌も精神的に。俺、ほんと一つ提案やねんけど、はい、今日今から3人で遊ぶから3人、はい、うん、自分の口から、はい、その歌に言った方がいいと思う。森くんから、はい、その、俺付き人やめようかみたいな。ああ、はいはい。苦しいって言ってたよ歌も。あ、そうなんすか。付き人やめたいねんけどって言え、自分から。はい、分かった。じゃあ遊ぼうか3人で。行きましょうか。信じれないなこいつ。まあ予想外やったな。あ、歌ごめん。はい。え、遊べる？遊べます、遊べます。うん、ちょっと3人で遊ぼっか。バレーして、あ、バレーしよう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 。まあ、邪魔だけ出んといて。うん、なんで来れたんかなって、逆に。なんで普通に来れるんかなって。自分びっくりです。なんでラコステなんかなって。関係ない。バレーからやろうか。うん。で、歌ちょっと靴汚れるから。うん。どっちがいい？俺が履いてるやつ履くか、これ履くか。どっちでも。どっちでもいいです。あ、どっちでもいい、うん、俺の履いてるやつを履こうか。わかりました。うん、そうやな。じゃあこれを貸すわ、うん、はい。で、これ、あの、これ履いて、歌のやつ、それ高いからそれ脱いで、ちゃんとスポンサー的に。あ、分かってる、うん。このスポンサーがわかんねえな。はい、そうなんですよ。で、この大手ちょっと隠すわ。すいません、うん、すいません、うん、全然いいで。やっぱ厳しいからな、スポンサー関係は。そうです。それもダメです、それもダメ。それもダメです。あ、これあかん？形わかる。これあかんの？めっちゃ形わかっちゃいます。あ、これあかんねや。はい、あ、形。
ナイキも好きやねんけど撮影の時はね、はい、よし、OK、でこっち来て、誰すごい何だすごいできるできるやんやるんかで、ぐるっとがいる。あ、めっちゃ汚れてる。逆上がりできる？逆上がりできる。逆上がりやってみ。逆上がりさ。新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。いけた？あ、よかった。よかったな。よかったあ、逆上がりできた。逆上がりできた。よかった。よかったな。これ楽しい。できへんよりできる方がいいもんな。よし、じゃあ3人でじゃあバレーやっていきます。バレーやったことある？ある？落としたら負けないやつな。はい。うん、何します？落とす。あ、あ、それいいな。落としたら何やろう？ジュース。え、なんで？ジュースおごるみたいな、はい、ちょ弱いな弱いか、うん、何しようかな、なんか歯抜くとかだせん重いな森くんの俺のな誰が落としても誰が落ちても、うん、じゃあおもろくない逆にえおもんな い, いやめちゃめちゃ面白いですけど、うん、絶対俺歯抜かれるんですそう誰が落としてもね誰が落としてもいくぞうんとりあえず行くぞ。はい、歌。はい、はい、歌。よいしょ。はい、よいしょ。ほい。はい。ほい。そう。はい、歌。よいしょ。せい。あー、ごめん。歌、ごめん。大丈夫か？はい、大丈夫。取る。俺取る。行く。俺取りに行くから、ボール。うん、どっか行った時は。結構おもろくないバレーなんかさ、春高とかもやってたし、なんか今見てたら俺からじゃあ面白いな行くで、じゃあよし、行こうほいほいおい、入ったーえいあれ、なんか自分の陣地だけでやろうよそう、なんか人のとこ行ってたらなんかみんながなんかどこでも行けるんだから、うん、よし、行こうか行きまーす行くぞはい、歌、はい、そうはい、はい、そうそうあーごめん全然楽しくないじゃん楽しい行ったら俺取りに行くからな、はいうんありがとうな。よいしょ。自分からです。え？自分からです。ああ、ごめん。ごめん。ちょっと待って。集中してやろう。うん。いくよ。はい。はい。そう。はい。はい。そうだ。はい。ああ、ごめん。待てよ。はい。そう。はい。そう。はい。そう。ああ。はい。ごめん。ごめん、おもろいな。めっちゃおもろい。見えてない。おもろ。知らないよ。ああよし。よし、行こうか。あ、ごめん。はい、あ、俺が。あ、そうか。いや、それ。森君に行ってみたいな感じ。じゃあ時計回りとかに。そうしましょう。順番に時計回りで回る感じか。はい。オッケー。行きます。強い
違う遊びやりません。え？違う遊びやりません。違うやつ。じゃあ遊び。ボール触らないです。ああそういうことか。これはい。ドッジボールする。ドッジボールいいね。なあ、俺と歌じゃあ外野で行く。で中で。うん。よいしょ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 。あ、それ当てないといけないわ。俺から歌を当てるみたいな。で、俺なか次。はい。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、ごめんごめん。よいしょ、よいしょ。よいしょ。あれ。どうしよう。正しいのどうだ。なんか。何する？バレーで。またもう一回バレー。うん。バレーがいいかも。やりやすいやん。うん。バレーじゃあ。バレーします。うん。落としたら負け。ああ、そう。よいしょ。はい。はい。そう。はい。なあ、2回は分かんねえお前。はい。ああ、よしよし、1回じゃあ休憩しようか。誰でもいいですよ。うん、休憩しよう。うん。じゃあ次は、あ、だいぶ休憩。じゃあこれやろうか。俺ちょっと持ってこれ。はい。うん、歌これ、うん、こっち、これ、うん、こっちで、あの、ああいうところがやりやすいから。頭でかくないで、え、あ、いい、やるやる。うん、え、違う、あ、こうか、こうかけ、こうして、うん、で、あれ、ちょっと分からんな、え、前、これ前、あ、これ、こっちか、あ、違う、こっち、当てた、ごめん、うん、で、これと、これ、ちゃうかな。え、これ、これかスポンサーこれあったんですよ、これえ、これ入るかな。ダメでしょ、これ、あ、合ってる、これ合ってる、多分、はい、これ多分大丈夫。それでもつけるのに時間かかるタイプのやつだろ。絶対、いや、すぐこれか、つけるか、カチャってやるだけですよ。もう大丈夫ですよ。ちゃうんちゃうか。いや、合ってます。合ってるか、はい、よし。現場監督じゃんどうじゃん。現場監督じゃん。マジ日雇いのやつ、うん、私めっちゃ可愛いで、めっちゃ可愛い俺の安全は安全はじゃあ、かかしてるから。はい、やり方教えるから。ちょっとスピード出して、よいしょ。じゃあ、はい、お願いします。はい、で、こういうそうそう、お、いいいい、そうそうそう、おお、いいよそれもう、いるそれ全然乗ってこない。ありがとうございます。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いな。これ。めっちゃ面白い。次何する？次何しよう。一回じゃお菓子かなんか買おうか。はい、うん。一回休憩。うん。ちょっといろいろ持ってきたからさ。
こういうのなんか遊んでいけたらなっていうか、うん、いっぱい借りてきて、うん、開ける？これで、あ、すごい、うん、すごい。これ分かる？リカちゃん。リカちゃんですか？あ、リカちゃんちゃうんこれ。さっき森くんとも話してんけど、今後だから パリに向けてどうしていくかちょっと決めたいなって、はい、この場を借りて。その付き人やんか、はい、森くん。で、いえ自分から。あ森くんがちょっと言いたいことあんねんって。かぼそか聞いたんだけど、なんか結構辛いらしいね。いや、で何が？あ、そのお前が？いや、歌が。何が？かぼそんお前さ、はい、自分のその自分の気持ち言えばいいやん、はいはい、歌がとかちゃうねんって、はい、ごめんな、歌大きい声出して。あの、森くんが言いたいことあるって言ってて、さっき歌ちゃんに。それを言うよ、今から。うん。え、何やったっけ？付人を俺から川端さんに変わってほしい。いいかお前は。え、なんて、分からん、聞こえなかった。え、なんて言った今。いや、なんてその練習の練習の付人パートナーとかをパートナーを川端さんに変わってほしい。お、俺が？あ、森くんと。あ、そういうことか。あ、いやから付き人を辞めたいってことか。そうですね、はい。え、そういうことか。え、どうしよう。いや、俺はどっちでも、まあどっちでもいいっていうか、別に やれるけど。え、いいんかお前でもそれで。いや、え、どう、え、大丈夫。え、ゆうた、どう。え、俺いける。俺でもそのオリンピックまでの付き人。いや、なんかそのこれやめたいんやったっけお前。きついんやったっけ。あ、いや、そっか。ごめん、変な感じになって。いえ。なんかこう一人、自分やったら、なんかさっき相談されてんけど、森くんにその、二人だったらなかなかこう言えないからって言われてて、ちょっと先輩いてもらっていいですかって言われたんやけど。そうだったんですね。どうする。ない。あ、いや、別に明日からでも別にやれ、いけるっていうか。なんでやめたい。なんか川端さんと付き合ってる時。あ、違う。あ、何が。あ、何が。その俺がそのご飯とか行ってるよな、みんなで。そういうのが、そういうのを見てて、俺と川端さんと歌が、あの、その、なんか合ってるんじゃないかってことか。合ってるんじゃない。はい、合ってるな。あ、その相性的に、まあそれは仲はいいけど、その、そんなはないで、別にな、はい、うん、恋愛対象とかでないけど、俺も全然ない、うん、え全然違う。あの、あ、そうか、恋愛対象でない、はい、で今の時点でね、はい、うん、今後だから分からんけど、今の時点では歌と俺はそういう関係ではないけど、だ客観的に見てなんかすごい合ってるんじゃないかって森くんに言われて、俺もなんか、まあ、気は合うなと思ったよ。歌と話とか結構合うやん、うん、だからその森くんから、いや、川端さんの方が歌の付き人に合ってるんじゃないかなって言われて、いや、そうは思わんけどと思ったけど、いや、どう思う。どっちに。現状維持で。あ、森くんでやっていく。そうですね。じゃ、頑張る。え、じゃ、頑張る。あ、頑張るってのだから頑張らずにってことやな。で、やめたい、お前やめたいな、付き人。やめたいか言えよ、お前ちゃんと自分で。こいつあんま言われへんねんって歌に気使ってて、ずっと。そうなんですか、うん、で、なんで自分の口から。はい、6分39。やめたい。はい、2人一緒、6分42。2、4 7、6分42。勝負。ドキンちゃん。
本当はさ、うたちゃんの付き人ってさ、どんまいがいいと思うんだけどさ、どう思う？森くんでいいと思う。